皆さん、はじめまして、モットンです。今回この YouTube チャンネル、ダズンウィールズを開設するにあたって、まずは自分の自己紹介と、今後どういった動画をアップしていくかってことをお話したいと思います。僕は、スケートボードとチョッパーが好きで、この2つのカルチャーをもっと世の中に広めていきたいなと思って、この YouTube チャンネルを始めました。スケートボードとの出会いは、僕が14歳の時にスケートボードに出会いました。で、20歳の時にスポンサーがついてライダー活動を始まって、でプロスケーターになりたいっていう夢をずっと追いかけてました。28の時に体力の限界も来て、プロスケーターになることを諦めました。で、スケートボードの商材を取り扱う会社で働くことができて、今も勤めています。チョッパーとの出会いは、僕が28歳の時にスケートボードのライダー活動をやめて、でプロになることを諦めたんですけど、14歳から28歳まで14年間プロスケーターになりたいっていう夢をずっと追いかけてきたんですけど、それを諦めた時に、なんか心の中でぽっかり穴が開いたような気持ちになっちゃって、でそっからバイクを乗り始めたら、バイクに乗ることにすごく夢中になって、楽しくて自由で、である日、グラインドチョップっていう京都のスケートパークで、スケボーとカスタムチョッパーの融合したイベントを、ラックモーターサイクルとラッククルーの主催でやるっていうことを聞いて、僕はそこに遊びに行きました。行った時に初めてチョッパー、杉原さんの作るチョッパーを見て、僕はすごく興奮したのを覚えてて、いつか杉原さんの作った車両を俺は乗りたいっていうのを夢で追いかけてました。今はラックの杉原さんが一から作ってくれた車両に乗れてて、ラッククルーともスケボーしたり酒飲んだりツーリング行ったりできる仲になってて、僕が憧れてきた日々に今はなってて、すごく充実しています。ダズンウィールズのYouTube チャンネルをどういった動画をアップしていくかというと、メインとなるものは、僕が好きでずっと憧れてるラックモーターサイクルの車両を紹介するのと、ラックが企画するイベントだったり、そういったものを上げていくシリーズが一つメインになります。でもう一つは MF シリーズって言って、マイクロフォーカスっていうシリーズなんですけど、僕の周りではすごく魅力的でかっこいい人がいっぱいおるんで、その一人一人をフォーカスしていって特集を組んでいくっていう動画が、マイクロフォーカスっていうシリーズです。2個目です。3つ目の UL シリーズは、僕らがスケートボードをやりに行くとか、ツーリングに行くとか、まあ、ちょっと緩い感じの映像をアップしていこうと思っています。以上のその3つで、この YouTube チャンネルを動画をアップしていこうと思ってるんで、よかったら皆さんチェックしてください。今回このダズンウィールズという YouTube チャンネルを開設したのは、僕がスケートボードとチョッパーのおかげで人生を救われたと思ってて、この2つのカルチャーに少しでも僕は貢献したいなと思って、この YouTube チャンネルを開設しました。このカルチャーを一
一人でも多くの人に好きになってもらうためにこの YouTube チャンネルを運営していこうと思っていますんで、皆さんよかったら応援の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネル Dozen Wheels を開設するにあたって、まずは自分の自己紹介と今後動画、この動画を何て作ったっていうことを説明したいと思います。